こんにちは。北海道江別市にある丸二北海レンガは、需要低迷、工場の老朽化、工場の働き手不足により廃業します。生産は2021年秋に取りやめ、2022年1月に、第二工場の廃業届を提出。丸二北海レンガは、1921年、大正10年に創業され、現在ある米沢レンガと昭和窯業の3社の中では最古のレンガ工場です。2022年4月下旬にはレンガの在庫処分セールが行われる予定です。これは高級感のあるちょっとダークな、ああちょっと高そうな家の、こんなんだ特殊なんか同じようだな。これはいいよ、これ。これどうやって積んでるんだから買っといて、当別に置いとくのさ。そしたら来たついでに何ぼかずつ。これは、角だな。そう難しいんだけど、機械で本当は。変圧かけないと、やわいとこ、硬いとこできれば、こう、普通に波打つ。これは一緒だな。
レトロ感あって、これは本当の高級感。花壇はこれがいいんだ、一番今すぐできないから。だけどなくなり次第終了だから多分なくなるんだよ、これすぐ。だからもしかしたら明日でも今日もう一回行ってもいいし。